パリオリンピック五輪柔道3日日本時間4日混合団体戦決勝シャンドマルスアリーナ写真写真に収まる安倍三兄弟パリ木下潤阿部二24イコールパーク24が強い気持ちを取り戻した7月28日の女子5 2キロ級2回戦でまさかの敗退を喫し大会に連覇を果たせず号泣していたが 男子66キロ級で2連覇した兄ひふみ・一二十26イコールパーク24との28年ロサンゼルス五輪でのリベンジを初めて明言した混合団体戦では1勝で銀メダルに貢献畳に上がると苦い記憶が蘇る部分もあったと素直に打ち明けつつ以来6日ぶりの戦列復帰を選んだ初戦スペイン戦に先方で登場同じ52キロ級の選手に 因縁の技、谷落とし、で先に技ありを奪われながら、逆転の一本勝ちを収めた。もつれ込んだ代表戦で敬愛する高市未来、30イコール小松、が日本を勝利に導いた際には、ねぎらいの中で笑顔を取り戻した。以降は出番なく、兄の時には両手を組んで祈るように、スタンドから声援を送り続けた。大会中、選手は人生をかけて戦い、 感情を解放しただけなのに、号泣したことで謝罪に追い込まれるなど、特殊な日々を過ごした。その中で懸命に立ち直ろうとした、ここで団体戦に出ない選択肢を取れば、ここで一歩、下がってしまえば、今後の自分の柔道人生につながらない、何もプラスにならないし、後悔すると思って。再起の1試合を競技最終日に経験し、 仲間たちと今大会は初となる銀メダルをつかんだ。自分のの人生の中で忘れ